はい、どうも、西宮通信のライターのダート西須です。勝ちました、ようやく勝ちました。長かった。ようやく阪神もですね、これで開幕を迎えましたね。今日は、初めてですかね、この動画を撮り始めて、初めてですね、こう勝利の後にこう動画を撮っております。非常に、ようやく気分よく動画撮れるなということで、早速ですね、今日の試合を振り返っていきたいというふうに思います。ようやくですね、もう本当に長かったですね。もう巨人戦3連敗ということで、もうほんまに今シーズンどうなるんやろうと思ってましたけども、今日ヤクルト戦ですね、ようやく勝ちました。こちらブログの方にも書いてあります。阪神やっと今シーズン初勝利ということですね。で、今日はですね、また振り返っていきますけれども、3番糸井さんが先制タイムリー、そして4番のマルテさんがツーランホームランということで、初回に3点をこう、先制をしたということで、やっぱりですね、1番が出て3、4番が打つと点になるようにできてるわけですよね。で、この形をやっぱりちょっとでも増やしていくというのが点に繋がってくると思います。今日はそのいい形で点が先制できて、でその先制できたことがまたね、ピッチャーのいいピッチングにも繋がったんじゃないかなということで、まあやっぱりそういったいい循環になっていくと、今日みたいなですね、気持ちいい試合がですねできるということですね。で、青柳投手がナイスピッチングということで、まあこういったあたりをですね、ちょっと振り返っていきたいというふうに思います。まず今日のスコアですけどね、今日はもう圧勝ですね、完勝ですね。4対1ですけども、もう安打数見たらもう12本と4本ということですから、もうほぼ完全に抑え込んだということで、1回にですね、初回、1回の表に阪神が3点を先制して、もうこれで一気に主導権を取りましたね。これで青柳投手も落ち着いてピッチングができるし、ヤクルトの方もですね、ちょっとまあ1点とか2点だったらちょっとあれだったんですけど、3点一気に取ったということで、ちょっと攻め手にね、書いたかなと。なかなか攻め方が、やっぱりこう、点差が開くと攻め方が難しくなるんですね。その1点ずつ返していくっていうのでも追いつけるかどうかわからないから、やっぱりランナー貯めないといけないってなると、やっぱりちょっとですね、無理な攻撃をしないといけなくなって、点が入る確率が下がるということで、まあいい循環になっていきますね。やっぱり初回にこうして点数取るっていうのがやっぱり何よりもね、勝ちにつながるということですよね。はい。で、今日のスタメンはですね、もう、これで、この形で行くんでしょうかね、しばらくはね。1番近本さんですね。で、2番が糸原さん。で、3番糸井さん、4番丸田さん。この辺やっぱりいい感じに機能してますよね。近本さんやっぱり1番の方が生き生きとこう、バッティングしてるようにも見えますし、で、糸原さんもやっぱ2番がね、非常にこう合ってるように思いますね。今日も2本打ちましたね。だから近本さん、糸原さんもようやくエンジンかかってきたんじゃないかなっていう感じです。まあ、糸井さんはですね、まあ、ずっと開幕からですね、頑張ってこう、ヒット量産してて、まあ今一番打ってるんですね、3割8分5厘ということで、で、マルテさんも調子いいということで、今日はもう本当に近本さん、糸原さんが出て、糸井さん、マルテさんで返すという、そういった形ができてきてると思いますから、まあしばらくこれでいくでしょうね。で、5番の福留さんもですね、こういまいち調子上がってないように、ね、数字だけ見たら見えるんですけど、まあ決してその、5番に福留さんがいるっていうのは無意味ではないですよね。相手もすごい嫌そうだし、フォアボールも結構福留さん取ってますし、まあ、6番のボーアっていうのがやっぱりネックになって、福留さんやっぱりフォアボール増えてると思うんですけど、で、今日もやっぱりいいとこでヒット1本打ってますしね。うん、なので、福留さんはやっぱり5番外せないでしょうね。まあもちろん相手が左とかね、たまにこう休憩を取るという時に、代わりに、ね、あの外野でね、大山さんが出たり、他の選手が出たりするでしょうけど、だそこでその、福留さんの代わりに出た時に大活躍して、福留さんが戻ってくる場所をなくすというところまで活躍する選手が未だにいないんですよね。ってなったら、活躍する度合いが同じぐらいだったら、当然、相手が嫌がるのは福留さんですから、福留さんを使わざるを得ないということになってくるでしょう。なので、この5番まではもう、しばらくこれで硬いでしょうね。まあ、たまに福留さんが休むっていうことはあるでしょうけど、基本はもう5番まではこれで行くでしょうと。でですね、でですよ。まあ、この後、試合展開も書いてますけれども、問題はやっぱ、ボーアですね。今日もノーヒットなんですね。で、開幕からですね、16打席連続ノーヒットということで、これ球団ワースト記録ですね。ここでバースを超えるというですね、もうバースの再来って言われてますけど、一体何の再来なんやということで、もうこれをどこまで使うんかですよね。その、今日はたまたまね、マルテさん打ちましたけども、それは毎試合毎試合打てるわけじゃない、わけですから、
もし、マルテさんとか糸井さんとかね、このクリーンアップが打てないときに、代わりに、その、たまに、こう打てないときに、代わりにボーア選手とかですね、この下位の人が、打ってカバーしていかないと、その勝つ確率っていうのが上がってこないですよね。それは、もちろんその、たまには打つんでしょうけど、それはうまい具合に、その、なんていうんですかね、その、順番にこう活躍するような流れで、なっていくと、勝つ確率が上がってくると思うんですけど、今のままだとはっきり言うてですね、6番ファーストボーアさんってこれいないのと一緒ですからね。だってもちろんノーヒットですから。ヒット打てないし、相手も全然怖がってないからプレッシャーもかからないでしょ。ってなったら6番でここで休憩できるんですよ、相手はね。ってなったら相手楽にしてしまうし、はっきり言うと今、阪神だけ8人で戦ってるような感じに今なってますから、それを8人で9人と対したら当然不利ですよね。ということで、この6番ファーストボーアはもうなんとかですね、もうはっきり言うと打てるようにするか外すかどっちかですよね。今の状態で使い続けるっていうのは、これはちょっとね、今後の試合を考えると、決して、ね、いいことではないと思いますから、これはちょっとね、考えてほしいなと思います。はい。ちょっとまあ見ていきましょうかね。いろいろ、これがね、今日の試合展開ですけれども、まあ、阪神が青柳投手ですね。で、ヤクルトがですね、井上投手という、まあまあ、あまり聞いたことのない投手だったんですけど、結構パワーピッチングでグイグイ押してくるタイプだったんですけどね、初回うまいこと捉えたなというふうに思います。僕、ね、その初回の攻撃は、その、テレビ中継は なかったんで見てないんですけど、後からちょっとね、動画で見させてもらったんですけど、そんなに悪いね、なんか立ち上がりという感じではなかったんですけど、まあうまいことね、ちょっと球がね、甘くなったところをうまく捉えたなっていう感じですね。糸井さんもうまいところにこう、飛ばしたなっていう感じですね。飛ばすところが、なんかそんなに返しの当たりってわけじゃなかったんですけど、うまいことバットコントロールがやっぱいいんでしょうね。うまいことヒットゾーンに運んでいったっていう感じです。まあ、マルテさんはもう完全にマシンで捉えましたから、もう返しの当たりですけどね、ホームランですからね。はい。っていう感じで。それからね、6回の梅野さんのタイムリーヒットも、これも大きかったですね。初回の3点でそのままずっと試合が止まってたんですけど、ここで次の1点どっち取るかで、これ相手、ヤクルトにですね、点取られたらですね、そこからバタバタと逆転されるっていうパターンね、今までもよくあったんですけど、この次の1点を阪神が取ったんですね。梅野さんが、タイムリーヒットで取ってくれたということで、で、これで完全に流れがね、阪神に来ました。はい。で、9回にですね、今シーズン初登板の藤川球児、投手が出てきて1点取られたんですけど、まあ、これはですね、良かったんじゃないかなというふうに思います。やっぱり、シーズン初登板って緊張するでしょうしね、本当に1点差とかで出てきてですね、点取られたら負けがついたりですね、チームが負けになってしまったりしたら、そこでまた、気分も落ち込むんでしょうけど、今日はちょっと4点リードということでね、少し調整登板気味の最後抑えみたいな感じでしたから、まあ、今日はね、1点取られましたけど、もう痺れる場面で出てきたら、もう次こそはビシッと行ってもらえるという、まあ、そういう準備のね、段階で今日は、いい感じだったんじゃないかなというふうに思います。スアレス投手もですね、今日初めて、初登板ですかね、ということで、まあいいピッチングだったと思いますね。これこっち書いてますね。スアレス投手、藤川投手、今シーズン初登板ということで、まあ藤川投手も点取られましたけど、そんなにね、全然なんていうんですかね、球がいってないとかコントロール乱してフォアボールとかそんなんではなかったですから、まあまあ良かったんじゃないかなというふうに思います。で、ですね、やはり青柳投手、今日良かったですね。もう、僕も途中までノーヒットノーラン行くんちゃうかとかですね、完封行くんちゃうかと思ってましたけど、今日はね、スパッと変えましたけどね、矢野監督。青柳投手はですね、今シーズンは活躍してくれそうな感じがしましたね。去年まではコントロールがものすごい、不安定でですね、フォアボールみたいな感じだったんですけど、今日のピッチング見たら、去年までの青柳投手は違いますね、コントロールが、まあ、コントロールがストライク取れるだけじゃなくて、やっぱりいいところに球決まってました。低めに集まってましたし、やっぱり角をきっちりとですね、狙って投げれていましたし、それから去年は左バッターにすごい打たれたんですけど、今年はですね、対左バッター対策として、シンカーをですね、習得したんですよね。で、まあ今年初めて習得した球ですから、どこまでね、実戦で通じるのかっていうのが、まあ不安は不安なところあったんですけど、今日うまいことを使って、出ましたね。そんなにね、進化はそこまでビシビシといいところに決まってたわけじゃないんですけど、そのカットボールとうまく組み合わせて、梅野捕手がうまくリードしてたと思います。左バッターのインコースにこう食い込んでくるカットボールですね。こう、スライダー、速いスライダーみたいな。クッとこう食い込んでくるカットボールと、それから外に逃げながら押していくシンカーですね。これコンビネーションでうまく使えたら左バッターもですね、きっちり抑えられると思いますから、今日はヤクルトがですね、その、
青柳投手対策ということで左バッター並べてきましたけど、見事にですね、今日はもう青柳投手の勝ちでしたね。なのでこれを続けてもらえるかどうかですね、続けられるかどうかですね、調子のいい時も悪い時もうまいこと、悪い時は悪いなりに、うまいことこう左バッターを抑えていければ、初のですね2桁勝利っていうのは僕は十分にあるなというふうに思います。やっぱりキャッチャーは梅野さんで固定するべきだと思います。今日のリードはやっぱり素晴らしかったと思いますね。なので、キャッチャーコロコロコロ変えるんではなくて、もう今のところはもう梅野さんで固定をして、原口さんの打力を生かしたいんだったらもうそれこそボーアを外してファーストで原口さんを使うとかですね、で梅野さんを休ませるときに坂本星を使うとか、そんな感じで行くべきだろうなと今日の試合を見る限りはやっぱりそういうふうに思いましたね。はい。でまあここに感想もいろいろ書いてます。先ほどこうね、いろいろこうお話したことがこのブログにも書いてますから、また読んでみてほしいなというふうに思いますけれども、ただね、問題はこれ明日ですよね。明日ようやく一つ勝って、でこれ明日負けるとまたねあれなんですけど、明日勝つと負けるって全然違いますよね。今1勝3敗ですね。明日勝てば2勝3敗ですから、まあ数字的にも別にそんなね遅れを取ってるっていう感じにならないんですけど、明日負けて1勝4敗になるとちょっとってなってきますね。なのでこれはなんとかこれ明日勝って2勝3敗にしてですね、気持ちを楽にしてこう乗っていきたいなという感じですね。なので、ぜひともですね、明日もまあ今日行こうかってホッとするんじゃなくてですね、明日はなんとか、連勝ですよね。やっぱ連勝をしていきたいということで、でそのためにはやはり今日と同じように近本さんが出る、で3番4番が打つと、で5番のね福留さんは睨みを利かしておいてもらって、問題は6番ですね。これもし3、4番が打てないときに、その代わりにですね、ボーア選手がそのときにスリーランとかですね、満塁ホームランとかバーンと打てば、これ一つ変わってくると思うんですけど、ちょっとですね、なんとかその辺は頑張ってほしいですね。あまり悩んでるやったらもう一回外した方がボーア選手のためにもなると思いますから、この辺はですね、宮野監督の決断をですね、信頼をしたいというふうに思います。はい、そうしましたらですね、今日は、まあ非常に気分よくですね、動画を撮ることができてね、とても僕も嬉しく思っております。そしたら今日の動画はこの辺りにしたいと思いますので、またですね明日試合後に、この動画を撮って配信したいと思いますので、また明日よろしくお願いします。そうしましたら皆さんの連勝をですね願って、明日も、共に応援をしましょう。ありがとうございました。